指導者に必要な3つの能力が私はあると考えますそれは顧問力力力トレーナーナそして音楽力の3つです卓越した生徒指導力や抜きに出た音楽的指導力は私は吹奏楽部の指導にはあまり関係ないと思います。もちろんあることに越したことはありませんがこれがなければ全国大会に出るとか吹奏楽部の上達へなるとか。 なければならないわけではないと思います、えー、必要なのはとにかくポイントを抑えた指導と顧問の忍耐力その二つが顧問力トレーナー力音楽力を支えていますこの三つそれぞれが均等にバランスが取れている指導者こそ集団をまとめ上げ演奏を高めそしてコンクールの結果も 出せる私はそういう指導者だと考えていますもちろんどれかがなければ頼ればいいと思いますですが吹奏楽部はやはり顧問の先生と子どもたちのそのつながりが一番感動的ですそのためにもわからないからできないやりたくないからやらない子どもたちが言うこと聞かないからやらないではなくぜひ この三つを身につけられるように一歩踏み出してみてください必ず子どもたちが笑顔で先生に演奏を届けてくれる日が必ず来ると思います子どもたち自身はそういう指導を待ち望んでいます子どもたちはみんな同じ中学生高校生小学生みんな同じです必ずこの二点を気をつけて 先生方頑張っていただきたいと思いますそれではいろいろな具体的な工夫や指導に入る前に生徒を変える三つの根本的なお考えを私はご紹介いたします一つ目は達成感が生徒の意識を変えるということですチャレンジさせてください負荷をかけてあげてください 子どもたちは必ずそれを乗り越えますそのためにもちろん種をまかなければいけませんができるできないではなくやるという精神でぜひ子どもたちにさまざまなチャレンジをさせてあげてください教員がこれぐらいでいいだろうと言っていればそれ以上に子どもは絶対に呼びませんそういった顧問の覚悟と責任も重要な指導力の一つだと私は考えます。 続いいいいてははは自自由と自主性の違いを私は紹介いたたしします子どもたちは楽しい部活が一番好きですでも楽しいとは何でしょうか練習がおざなりになり時間も適当老けないけども笑っているそれが果たして本当に素晴らしい部活でしょうか自由はきちっとしたルールとしっかりとしたマナーの中に成り立つものです。 子どもたちが本当の意味での楽しさを身につけ、自主性という力をつければ、音楽を体感し、さまざまなことに挑戦できる素晴らしい集団となっていきます。ぜひ、野放しにさせるのではなく、こういったものが絶対に大切だと、ぶれない素晴らしい力を顧問の先生はお持ちになってください。たとえ不器用でも、必ず訴え続ければ、 子どもたちに伝わります3つ目ですが日頃のアンテナは演奏のアンテナということですゴミが落ちているのに気づかない生徒は音を間違えていても気づきません靴が揃っていないのに平気な生徒は縦を揃っていなくても全く気になりません日頃のどれだけアンテナを張っているかが 演奏のアンテナになっていきますぜひごみに気づかせてあげてください気づいたら拾う指導をしてください吹奏楽と何も関係ないじゃないかと思うかもしれませんがそのすすべててが演奏を向上させていきます私自身吉見中学校では正直最初の2年はこういったことにしか子どもたちに説教またしっかりを入れなかったように思います。 でもここが土台がしっかりしてくればあとは演奏技術を上げるだけですから非常に楽です逆にこの部分をおざなりにしておくと必ず後で大きい痛い目を見ることになると思います一番先生にとっては大変な作業かもしれませんがその場その時細かいことを見逃さずさじ徹底でぜひ集団を作り上げてみてくださいその思いが必ずや 吹奏楽部を素晴らしい集団にすると思います。